チップスは1977年から1983年まで NBC で放映されたアメリカのテレビドラマシリーズ全6シーズン。放題は第5シーズンまでが白バイアロージョニンパンチ、第6シーズンが白バイアローパンチボビー。このページではチップスについて説明する。川崎ポリス、カリフォルニア州のフリーウェイを舞台に カリフォルニアハイウェイパトロールセントラル文書の面々の活躍を描く物語。主人公の二人が乗る白バイは当時実際に CHP で採用されていた川崎 z 1 0ポリスだったを採用していた。制作当時、従来の刑事ドラマは暴力的な印象が強かった。ロサンゼルス軍保安局の広報担当だったリック・ロズナーは現実の警察とドラマの中の警察のイメージの ギャップに違和感を覚え、暴力シーンや銃撃戦を排した明るい警察のドラマ作りを目指した。制作会社、ロズナーテレビジョンまで立ち上げて生み出された本作は、明るく親切な警察を描いている。二作目は、ロズナーの古巣、ラストを舞台にした240ロバートだった。劇中では、名コンビであるジョンとパンチではあったが、 演じるラリー・ウィルコックスとエリック・エストラーダは実際は不仲であった。特にパンチの人気が上昇するにつれ亀裂はさらに深まり、第5シーズンの終了とともに、ウィルコックスが降板、ジョンは退職して、帰郷というクリフハンガーで中断となった。第6シーズンでは、トム・ライリー演じるボビー・ネルソンを新しい相棒に迎えて制作された。なお、日本では主役キャラクターの変更により、 第6シーズンは、白バイアローパンチボビーと、放題が改められた。1998年には帰ってきた、白バイアロージョンパンチというテレビ映画が、TNT により制作された。なお、日本語吹き替えのキャストは主役であるジョンとパンチについては、レギュラーシーズンと同一だったが、他のメンバーのキャストについては変更されている。2005年、パンチ役に、 ウィル・マーバル・デラマを起用した劇場版リメイク映画の制作が発表されたが、最終的には実現されず、ワーナー・ブラザースは2017年8月11日公開予定となるリブート版映画の制作を発表した。監督、脚本、共同プロデュース上役に、ダックス・シェパード、パンチ役に、マイケル・ペーニャがキャスティングされ、最終的には2017年3月24日、 全米公開された。日本では劇場公開はされなかったが、チップス白バイアロージョンパンチ再起動の放題で、YouTube、Amazon、iTunes、光 t v 等、オンデマンド動画配信サービスで有料コンテンツとして配信されている。その他、ワーナーブラザースホームエンターテインメントから、白バイアロージョンパンチコンプリートボックス DVD が順次発売。 収録エピソードの順番は、米国で放映された順番となっている。放映当時に日本語吹き替えがあった話は原則、すべて吹き替えが収録されているが、日本での放送時にカットされたシーンは日本語字幕に切り替わる。なお本放送時に日本独自で作られた次回予告があったが、これは DVD には収録されていない。白バイアローパンチボビーに関するカテゴリー。 ありがとうございます。